皆さんこんにちは。今日はたくさんの方がお集まりで本当にありがとうございます。ありがとうございます。我々岡山からやってまいりました、はい、この素晴らしい神戸モグライトカフェ、はい、初パンクでございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。しっかり緊張してください。あ、わかりました、はい、緊張の夏は終わりました。はい、そうですね。何か始まっちゃうんでしょう。実はあの今日は6時から予定なんだけど、ちょっと早いです、はい、でもあのこんだけ人が集まってくれればね、はい、もう待たすわけいかない。そうですね、やりましょう、やりましょう、はい。そしてないろいろ見ま、ちょっとだけぐらっと何だっけ、偉人館って何だっけ、偉人館通り過ぎました。はい、
ちょっと MC 賞のうまい方法だったら、やっぱりちょっと場所の関係でここでやりましょうね。はい、あのケイさん、はい、キーボードケイさんです。よろしくお願いします。ケイさん、神戸のあれどう、はい、印象は、印象すごく皆さんが温かく迎えてくださりありがとうございます。本当にあの楽しんでください。リードギター今ちょっと怪しいことないんですよ。ネガティブかけても怪しくないんですけど、工藤もあります。あの工藤さん、神戸のモザイクの印象どうですか？間近に感じてたので、上がってます。上がってる、そんなこと思います。よろしくお願いします。サイドギターどうですか、那須さん？いいですね。本当はあのもうちょっとこう場所がね、広かったら通じいろいろ動くんですけど、フェイスブックで有名なベースギターの安井さんです。生音を聞いて、生声聞いてます。あ、皆さん こんばんはですね、はい、よろしくお願いします。我々ですね、結構あのフェイスブックの人多くて、練習のごとにこう載せるもんだから、すごいなんかいつもよく練習してますね言われるんだけど、ね、違うんです、あれ練習するたびに載せるんです。そうです、たびにそんなにね、あれ記念撮影ですね。で、ね、3枚撮るんですよね。3枚撮るのうちの1枚いいやつを選んで撮ってます。今日も撮りますよ。はい、はい、じゃあそれでは行きましょう。未完成ラ・クンバルシタ、はい、行きましょう。
ライブではね、こんなのよくあることです。全然気になりません。